どうも、ハールマルユダです。本日1月24日は妖術ファン待望のようこそ実力至上主義の教室への最新刊である2年生編第1巻の発売と同時に、まあこちらですね、本当にもう皆さんもご存知の通り、本当にめちゃくちゃキャラが多いことで、多いのが特徴な妖術で、もう毎回本当に最高に可愛くて最高にかっこいい妖術のイラストを描いてくださっているこちら友瀬修作先生による妖術の1年生編完結記念の画集が発売されたということで、まあそれで発売日当日に早速買ってまいりました。で、今回ですね、そのこの画集にフォーカス当てて、この画集の良さなんかを動画で皆さんと共有したりとか、あとはそうですね、その妖術が好きなのに画集とかグッズとか原作はあまり買わないって人が思わずこの画集を欲しくなってしまうという、そんな感じの動画にしていきたいなと思うんですけど、まあそうですね、その見ての通り、もちろん見えるかな、そのビニールもまだついていて、まあそうですね、本当にもうまだ未開封なので、本当に早く、本当にもう中身が満たすぎるので、とりあえずそうですね、早速開封していきましょうね。本当にもうこんな話してないで早く開けたいので、では行かせていただきます。はい、ではこのビニールを、すや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 、はい、近くで見るとこんな感じです。はい、なんか意外と触った感じだと結構そのなんかツルツルな感じで、あの学校でめちゃくちゃ分厚い本あるじゃないですか、あんな感じのなんか雰囲気を漂わせてるっていうか、そんな感じになってますね。そのまあ触り心地とか正直どうでもいいって言ったらですけど、まあどうでもいいと思うんですけど、でそのあとはそうですね、まあちょっとまあ中身見ていきますと、まずはこれですかね。はい、画集、お、やばい、待って、この画集、待って、やばい、オタクモード、あ、突入。これ、ね、待って、触り心地やべえ、何これ、え、あ、なんて言うんだろう、これわかる、あ、なんかサラサラっていうか、そのなんかファサファサ、なんだファサファサっていうか、なんだあの、なんかツルツルではないんですけど、なんかなんだろう、わからんけど、あの、なんか滑りすぎないっていうか、なんかちょっと高級感のある、あの、なんかな、ね、素材名とかなんかそういう感じのちょっとサラサラな感じのあれになってますね、ブックカバーは。で、あとはこれですかね、特典の小説ですね。こっちはこの白いのに挟まれてるのは特典の小説、まあこれについては後半の方で話させていただきたいと思いますけど、特典の小説。あとこの箱ですね、その今回はボックス仕様になってるので、この外箱もついてくるというですね、本当にめちゃくちゃお得で、あとこうやってボックスになってたりすると、そのスタンドとかに立てやすいっていうか、立ててその飾ったりすることもしやすいので、まあユーラ的に超ポイント高いって感じでございます。はい、このボックス仕様になってるのはめちゃくちゃいいですね。では早速、そのまあとりあえずその一通り中身の紹介が終わったということで、早速ですね、皆さんが一番気になっているであろう、僕が一番気になっているであろう、この画集の本編の中身を見ていきましょうかね。それでは失礼いたします。あ、ポスターもついてくんだ。ポスター、オタクモード、あ、突入。待って、これやばいやつか。これ、え、待って。え、待って。これ待って。え、ちょっと、しょっぱなから、ちょっとモザイクかな、これモザイクもの。え、しょっぱなからモザイクもの。え、これって公式だよね。え、公式、え、これ同人誌じゃないよね。え、ありなの、そういうのって。え、まあ、待って、そういう画集なの。え、待って、違うよね、これ。え、本当に。まあいいや、とりあえずちょっと読み進めてみます。ああ、なるほど、そんな感じなんですね。まあ、ちょっとあんまりたくさん見せすぎると良くないと思うので、まあ、ちょっとネタバレがない感じで何枚かお見せすると、まあ、その原作を読んでる方だったらもうこれ見覚えのあるイラストだと思うんですけど、まあ、そのあれですね、その一ノ瀬穂波のイラストなんですけど、それ見てください、この左下。まあ、このイラストがどの巻で描かれた、使われたイラストかっていうのが書いてあって、ここにその修作先生、このイラストを描かれてる友瀬修作先生、滑舌、その描かれている友瀬修作先生のその一言コメント、このイラストの一言コメントとか、なんかそのこれがどういう意図で作られているのかとか書かれてたりとか、あとはそうですね、そのもっと後ろに行くとこんな感じで、ちょっと本文あんまり見せられないですけど、その友瀬修作先生と、あとはこの妖術の原作者さんである衣笠祥吾先生のスペシャルトークとして、まあ、そうですね、これまでの振り返りや、その2年生編の展望とか、あと制作現場の裏側などについてお話を伺いましたって書いてあるので、本当にまあ普段聞けないような、見れないような
多分トークっていうかお話も書いてあるんじゃないでしょうかね。まあちょっとここはちょっと時間がないので後でもうじっくりと読んでいきたいと思います。で、あとはそうですね、あとはこれそのブルーレイのその特典のイラスト、ブルーレイアニメのブルーレイを買ったらついてくる特典のイラストとかも一つ一つ何のその特典かとか、その周作先生のこのイラストへの思いとかその意図っていうのが一つ一つ細かく書かれてたりするっていうね。しかも結構コメントがなんかチラッと読んだ感じなんかもうめちゃくちゃ面白いっていう。ちょっとここ見てください。これとかめっちゃ面白くないですか。ここはい、こんな感じでアニメブルーレイ DVD の特典のやつなんですけど、なぜかバニーの二人です。だいぶ前ですが、なんで書いたんでしょう。今なら網タイツを履かせたかもしれませんみたいな。もうめちゃくちゃおもろい、めちゃくちゃおもろいやん周作先生って感じですかね。はい、そんな感じで本当にめちゃくちゃボリューミーな感じの内容になっております。で、一応ページ数は131ページ、全131ページのもう本当に超ボリューミーな内容になっておりますね。っていうかもう一つあった、まだ最後にあった、なんだこれ。最後はスペシャルトーク2、スペシャルトーク2もある、1だけじゃなくて2もあったっていう。こんな感じでやばいな、マジめっちゃボリューミーだ内容、うん。で、そうですね、その最初まず書店に行ってこの画集を見つけた時に、まあ、一番最初に何よりも思ったのは本当にめちゃくちゃでかい、本当に想像よりももうなんか4倍ぐらい、本当にこの半分ぐらいなのかなと思ってたぐらいのでかさで、結構本当にびっくりしましたね。本当にめちゃくちゃでかい。よいしょ。そのちょっとなんかまだ最新刊だと買われてない人がいると思うので、その前の刊のこの 11.5 巻と比較にはなるんですけど、見てくださいよこの分厚さ。この 11.5 巻と比べても、まあ、大体そうですね、2冊分とまでいかないですけど、 11.5 巻を約そうですね 1.5冊分ぐらいの本当に分厚さ、めちゃくちゃ分厚くないですかこの厚さで。そうですね、その何よりもその、まあ、普通に面積もでかいですよね。面積はそうですね、まあ、妖術の小説で4巻分ぐらいのでかさ、本当に思ったよりもでかくてめちゃくちゃびっくりしましたね本当に。で、そんな大きさとかよりも本当にどんなことよりも一番すごいのはですね、そのこちらの特典なんですよね。そのこれはその今回の画集についてくる特典小説なんですけど、まあいわゆるそうですね、その SS とかよく言われるやつですかね、まあ、そんな特典の小説なんですけど、その通常で刊行されている小説とこんな感じでほぼほぼ同じ厚さっていう、まあ、若干ちょっとさすがに薄いけど、まあ、それでもですね、そのなんかの特典とかについてくる小説としては本当にもうありえないほどの分厚さ、逆にこの特典でこんな分厚い小説なんてなかなかないんじゃないですか。もう見てください、この厚さほとんど変わらない。そうだな、ページ数で言うと、まあ、そうですね、 11.5 巻が325ページで、それに対してこの特典の今回の合集の特典の小説は286ページ、まあ、なのでまあ大体70ページぐらいですか、大体70ページもないか、20だから大体そうです、40ページぐらいしか、その普段の普通の時に刊行されてるその原作と変わらないっていう、本当にめちゃくちゃボリューミーで、本当に内容も、まあ、読んでないですけどこれから読みますけど、まあ、多分めちゃくちゃ濃いものになってるんじゃないでしょうかね。まあ、そのショートストーリーズって書いてあるんで、ちょっと目次だけ見ますか。目次だけ見るとちょっと内容まではお見せできないので、目次だけちょっと見ていくとこんな感じですかね。んオタクモード突入。え、待って、えちょっと待って、ちょっと待って、えちょっと待って、ここ見える、光白飛びしてんな、頼むから、え待って待って、え一巻メロンブックス特典、一巻虎の穴特典、一巻ゲーマーズ特典で、え待って、これ全部あんの、最後は最後11.5巻まである、やばい、え待って、えじゃあ今やばい、え全部特典だ、これ全部特典の小説だぞ、全部特典のあれで構成されてる、えやば、待って、じゃあ今まで、そう、僕もあんまりそのわざわざその全部のお店ではその1巻ずつ特典のためにが買ったりはしないんですけど、なのでそのそれでブルーレイの全巻特典とか、あとはそれでそういうなんか画集とかの後ろにもあるようにそのタペストリーとか持ってるんですけど、え待って、やばいって、それえ、まあ、そういうことか、じゃあ何これ、全部の特典のあれが入ってるってこと、小説っていうか SS が、やっぱ待って、それやばいよそれ、マジか、普段買わない俺からしたらやばいぞそれは。それ月刊コミックアライブの
その収録のお話とかもあるので、もうやばいなこれ、うん、やばい、相当やばい。あとはその最後にこのボックスのデザインについて話しますとですね、そのまあ、ちょっとこれ折り曲がっちゃってるんで写真で出しておきますけど、そのやっぱその卒業式、その1年生が終わった卒業式感が出てるっていうのと、あとはそうですね、何よりも僕的にこだわってるなって思ったのは、その唯一軽井沢だけが綾小路の方を向いてるところも、その原作を読んでる身からするとまあ分かってるなって思いますよね。多分その原作を読んでる皆さんも多分そこは思うところかなと思います。まあ、ちょっとここに関してはアニメしか見てない人のネタバレになっちゃうのでこの辺にしておきましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。本当にこんな感じでですね、そのただただ終始オタクが興奮してるだけの動画になっていると思いますし、そのもうまあおそらくっていうか間違いなく、そのところどころあのオタク特有のその早口でバーってなって勝手に一人で盛り上がってるところが多々あった動画になっているとは思いますが、そうですね、その妖術ファンの皆さんはそれ結構そのこの原作の方は読まれてる方が多いと思うので、そうですね、ぜひともこの動画で少しでもこの画集が気になった方はぜひともこの画集を買ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今月末に行われる妖術初の個展イベント、妖術フェスタの様子も実際に行って動画にするので、妖術好きの方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。それでは今日はこの辺でごきげんよう。